いやー、金キャラだ。金キャラしてますね。あんま差がないっていうね。オーナーは、こっちはどうですか、あのね、これ、ジバンシーかな。ジバンシーです。ジバンシーです。ジバンシーです。あー、というわけで今日はこういうブランドというか、コンサバティブな方向に最近はなんか若者のファッションが進んでるということで、そういうのをこう、おしゃれ戦果的にタイニーパンクスが応じしてみようという。コンサバティブっていうのはあれですよね、要するに、保守的って意味なんだけど、だから、こういう僕なんかつけると保守的に、あんまり見えないんだろう。僕がコンサバなのかなって。誰が見ても似てもらっても見えない。これ両手で僕も13万ぐらいあるんですけど。僕も両手全部で多分30万、40万はいくと思うんですけど。こちらの人はでも、本当コンサバっぽいよね。こちらは、これも18金。はい、犬です。北極物語の記念品です。いや、これダイヤモンド本物です。そうです、はい、ダイヤモンド入りに、うん、彼女たちがしてると本当コンサーバーな感じがするよね。みんなさ、ヴィトンのバッグとか持ってなかった？持ってました。5年ぐらい前まだ若かったでしょ。ああいうのどうしたの？恥ずかしい。ああいうのどうしちゃった？ああいうのはお尻にしまう。もうやっぱり恥ずかしい。結構そうですね。そういうのを今僕たちみたいなところに売ると喜んで、はい、こういうものはいつの頃からっていうか付き始める？そうですね、もうこちらの頃とかね、うん、今年に入ってからです。あ、本当。そういうのはやっぱ好きで、結構入るから、あのこういうところに来ると。あ、入るんだ、はい、こういうところによく来るんですか？マハラジャとかそういうところに。あ、結構好きですね。あ、好き。やっぱこう入る、入る。そうか、忘れてた。俺なんかこう通り歩いてるだけだもん。別にこれしてイエーイエー、通り歩いて分からせたいっていうのも気持ちもあるじゃん。そうです。もうすごい、ものすごく、それが、それ私それ分からせて、それシャネルようなんです。もう見え見え。分からせると何があんの？なんとなく、なんとなく、気分的なもので、優越感みたいな感じの。やっぱりこう実際に聞くとすごいね、そういう話。本でしか読んだことないから。僕たちの場合は優越感を出したいんだけど、誰も信じてくれないじゃん、こんなの。そうそうそう。俺たちがカルチやシャネルやロレックスって言ってもあんま信じてもらえないってのもあるんだけど、言葉がってんだけど全然信じてくれないんだよね。いや、こういうのはやっぱり恥ずかしいってのあるから。いやー、でもいいじゃないですか。いい子、正直に言ってくれてるんですよ、うん、僕つけてないから。ほら、これもいいでしょ、こういうのも。へぇ、すごいな、この本物なんですよ。へぇ、これも。あるんですね、こんなのが。それ、偽物です、本当はね。これは本物なんですよ。へぇ、すごい。リーと同じ。リーと同じ。情けないでしょ、うん、着てました。着てないでしょ、白着てました。ナンパしてるみたいで嫌だな。僕はね、実はね、昨日ニューヨークから帰ってたばっかなんですけど、ティファニーとか行くとね、すごいの、もう、あの、修学旅行のね、高校生の日本人とかね、刈り上げで、突っ張りで、眉毛のない日本人とかが3人ぐらいがティファニーで、こんな。でね、先生がメガホン持ってね、次行くぞーって。こんなだってティファニーになってるの、店の中で。日本人しかいないんだもん。なんでそういうコンサバティブの方向に来ちゃったかっていうと、結構飽きちゃったってのあるからね、みんないろんなもんに。ニューヨークとかね、行くとね、あの、黒人の人とかね、こういうのやったら今やってるんですよ。そうなんですね。黒人なんかやったらこういうの好きみたいですからね。だから、僕らが言うコンサバティブっていうのと、なんかまたちょっと違うんだろうけど、黒人は黒人なりにそういう思考があるんだよね。それを一番追求している日本人がね、そうだね。友達ちょっと呼んでしょ。カットカンちゃん。カットカンちゃん、どうぞー。ビトンマンです。ビトンマン。来たー。これがすごいわ。靴からジャケット、帽子までっていうね。今はこういう体つきのがっちりした人が黒人的なのがヴィトンってのが似合うんですよ。これはね、これなんですか？これがピアジですよ。その人の場合全部似たもんですよ。これでもいくらある？ 100? 60万ぐらいだったかな、これは。ちゃんとあのタグも入ってるし、本物なんですけどね。これもグッチが作ってる今 T シャツで、そのグッチが今作ってる帽子。すごいですね、うん、時代変わっちゃったよ ね, ね。昔に買った時と違うでしょ。全然違うですね。なんか違うよね。俺も違うなと昔買った時と。アランドロンが昔まだあんまりスターになってない頃に、ルチノ・ビスコンティと一緒に仕事して、みんなビスコンティがみんなビトンのカバン持ってて、さすが映画監督になると自分のオリジナルのカバンまで作っちゃうんだっつって、 LV でずっとね、20年ぐらい思ったらしいんです。ルチノ・ビスコンティだと、ルイ・ヴィトンのこと。何が羨ましいか、全然、これと話の内容全然分かってない。